渡辺地家は、日本の社会運動家、社会運動研究家である。1930年、東京に生まれる。1946年、低新省東京貯金局に就職。1950年、日本共産党に入党。同年11月、レッドパージで職場を追われ、1951年、共産党の非公然活動に入る。日本共産党。 第6回全国協議会による同党の路線転換後、1955年、玉掛港から千番港となり、日本港間鶴見造船所に勤務する、労働組合運動に身を投じ、60年安保闘争に参加した。1961年、石川島張間重工業田無工場に、ジェットエンジン製造部門の研磨港として入社、田無半船を組織し、 ベトナム反戦運動や成田空港反対闘争に1970年にかけて参加した。また数度にわたり、造船合理化闘争にも関わる。ここまでの経歴において、志賀義雄、志田茂雄、ュゲオ、郎鈴木一蔵、長谷川広志ら党幹部の地遇を得る。妻は、志田夫人からの紹介で知り合い、志田がなコードを務めた。1985年に定年退職する。 生理を託された元幹部の資料をもとに、社会運動資料センターを設立する。1985年、徳田九一全集の編集事務局長となり、5月処方より、観光。1984年、長谷川博士の葬儀の際に、伊藤正と出会い、以後、徳田九一全集編集にあたって、協力を得るため、伊藤と交友を持ち、書簡やインタビューで、 伊藤の証言を得た。1993年6月、偽りの楽院、伊藤忠、スパイ説の崩壊を表し、定説化されていた伊藤忠のスパイ説を覆した。伊藤忠の遺言執行者として、同年10月、伊藤忠改装録、北京遊平27年を出版。1994年には、勇士と共に、 伊藤正の名誉回復を求める会を結成した。以後、ゾルゲ事件研究に携わる。徳田9一記念の会理事、社会運動資料センター代表。ABCDEFGHIJ 特別、インタビュー社会運動資料センター、渡辺とか氏に聞く、白鳥事件は、冤罪ではなかった。新資料、陳証言による60年目の真実、地球座。 生還者の証言 P2575 月処分による著者紹介社会評論者による著者紹介。ありがとうございます。